みなさん、ようこそアリさんのお家へ今日はアリたちが生活するのに使っている大事なものについてお話ししますそれでは早速見ていきましょうアリは目が悪いさて、 アリの目はあまり良くなく形がぼんやりと見えていると言われていますこの絵はイメージですので本当にこのように見えているかは分かりませんが目がとてもいいというわけではない。 とといいいうことを分かってたただきたいです。では目があまり良くないアリは目の前の相手が敵なのか仲間なのかをどのように判断しているのでしょうかアリが生活に使っているのは実は匂いです。この匂いは私たちのように 鼻で匂う匂いとは違い触れることで感じ取りますアリの体表面には特別な匂いがついていますこの匂いを敏感な触覚で触って感じ取りますもし相手が仲間なら自分と同じ匂い敵なら違う匂いがしますこうして敵か仲間かを 判断しています。この特別な匂いは蟻たちが食べたものを材料として作られます。例えば、左の蟻は顔を食べたので、顔材料として作られる匂いを持っています。そして、中央の蟻はバッタの足を食べたので、バッタを材料として作られる匂いを持っています。 蟻たちが食べる食べ物はもちろん毎日変化します昨日はカマキリが取れたけれど今日はバッタだなというようにです匂いは食べ物から作られるので食べ物が変化すれば匂いも変化しますですから毎日少しずつ蟻の体の匂いは変化していっています でも同じ巣の中に暮らしているとは言ってもみんなが同じ食べ物を同じ量だけ食べているとは限りませんねしかし巣の中のアリがみんな別々の匂いをしているわけではありません一つの巣では一つの匂いが決まっていてその中で暮らすアリはみんな同じ匂いを持っています それでは、一体どのようにして家族で匂いを揃えているのでしょうか。実は、他の動画でもご紹介した口移しという行動によって匂いを揃えています。ありとありとが口をくっつけて、自分のお腹のそのという部分に溜め込んだ食べ物を相手に分けてあげ、自分と 相手のお腹の中の中身をできるだけ同じようにします。匂いは食べ物を材料に作られるので、お腹の中身が同じになると匂いも同じになります。これを同じ巣の中の他のたくさんのアリと行うことで、匂いの材料がみんなで均等になっていき、 それぞれが作り出す匂いも一つの匂いに近づいていきますよってある一つの巣の中にいるアリはみんな同じ匂いを持っているのですこの特別な匂いは巣ごとに一つに決まっているので違う巣のアリとは違う匂いになります例えば巣 A に住むアリの匂いは 匂い A す B に住むアリの匂いは匂い B す C に住むアリの匂いは匂い C というようにすが違えば匂いも違っているのですもし相手が自分と同じ匂いと分かった時は何もせず通り過ぎたり口移しをしたりなど仲良くしています。 しかし相手が自分と違う匂いであると分かった時は喧嘩になることがあります特にそれぞれのアリの巣が大きくなっていき餌集めをする範囲が広くなってくるとお互いの餌集めのための領域が重なってしまう時があります自分たちの狩りの場を他のアリに取られたくないと思うアリたちは 匂いが違う他の巣のアリを攻撃しますこのように自分の匂いと違うアリに出会うと喧嘩になることがありますまずは同じ種類のアリ同士の喧嘩ですたとえ同じ種類であったとしても住んでいる巣が違い体の匂いが違えば相手を敵と見なします この写真のアリはどちらもクロオアリで同じ種類ですが住んでいる巣匂いが違うので喧嘩になっていますお互いにお腹を曲げてアリの持つ毒であるギサンをお尻から出し掛け合っています このように喧嘩が激しくなると、お互いに足や体の一部がいくつかなくなってしまったりします。続いて、違う種類のアリとの喧嘩です。種が違い、種も違えば体の匂いも違うので、こちらも喧嘩になります。 足を引っ張られて痛そうです。この写真は、黒大アリと胸赤大アリとの喧嘩の様子です。大きな顎で、お互いにぎっちりと噛み合って、離しません。ここでも、お腹を曲げて、擬産を掛け合っています。こちらは、 黒労終わりと胸垢終わりとの喧嘩の様子です先ほどもご説明したように大きな顎で噛み合ってお腹を曲げて義産を掛け合っています このような喧嘩はとても長く続きどちらも最後まで噛みつきあったまま離さずそのまま死んでしまっているのを時々見かけることがありますそれがこちらですこれは噛みつきあったまま死んでいる2匹のクロオオアリをお腹側から見た様子です手前のアリはお腹がなく 奥のアリは頭以外がありませんおそらく喧嘩中に体がボロボロになったのとそのまま死んでしまったところをもう誰かが食べたのだと思われますこれを見つけた黒山アリがいましたとても速いスピードで運んでいますこのような 変な形のアリを見つけたら喧嘩をしていたのかなと思ってみてください。きっと足や触覚の一部がなくなったりしていると思います。このようにアリの世界では体の匂いがとっても大事で、それが違うだけで、 すぐに殺されてしまうこともあります。しかしこの仕組みを逆に利用している賢い生き物もいます。蟻の目があまり良くないことを利用して。全く違う種の蟻や昆虫がその巣の蟻と同じ匂いを体につけることで。蟻の巣に潜り込んでいることがあります。 それらの生物は危険な外の世界から守られた状態でアリから餌をもらい生活しています。この時アリは潜り込んできた生物を完全に仲間だと思い込んでいるのです。つまり見た目が全く違う生き物でも匂いさえ同じであればその巣の中に入れてもらえるのです。 私もアリのように小さくなれたら同じ匂いをつけてアリの巣の中を探検してみたいなと思っていますそれでは今日の動画はこれでおしまいです最後まで見ていただきありがとうございましたでは次の動画でお会いしましょう